どうもカズキです。ハンターやっていきましょう。なんかクマがおるさあ今日はラスボス戦ですかね。アルビノヒグマ、クマ狩りに戻る時が来た。マップに記されたエリアに移動して洞窟に入る。アルビノヒグマを狩る。ちょうどいい感じのところに来てるんで。なんだよ、放射能？放射能じゃなくて、てめえのバックショットを浴びたやろ？あ、ちょっと爪を切るべきやな。痛いな。ちょっと待って、この話前聞いたよ。その同じ話何回もすんの。ショットガンのバックショット2発で前聞いたよ。さあ洞窟に来ましたよ。工業廃棄物。あ、そうなんだ。戦利品か。じゃあ洞窟に着きましたけども。ちょっと待って。ちょっと待って。な、落ち着け。あ、あった。ちょ、テント戦法を使うかもしれないので、設置。で、じゃあ探していきますか。足跡、ふん。もしかして今日最終回？最終回でこれ一頭だけ倒して終わりやったら尺的になんかあんま良くねえな。10分以上は行きたいんだけど。おおお。Bears only make that sound when they're in pain. Like the pain you might be in if you had two rounds of buckshot in your chest. 泣いてますね。何、そういうあんま戦う感じではないの？戦う感じではない。まだクマは敏感なんでね、ちょっとゆっくり進みます。お、あいつか。あれやん、レジェンダリーやん楽にしてあげて。アルビノヒグマを狩るね。はい、了解です。さらばアルビノヒグマ。いや、一瞬で楽にできないのがあれですよね。はい、死にました。どこがどうアルビノなんや。白いだけじゃないか、K が。これがあれやね、ミスターホワイトですね、ここで言う。いやでも楽やったな。まあまあ楽よ。アルビノヒグマの顔面を拝みましょう。はい、じゃあ狩らせていただきました。ダイヤモンドっすね。あ、心臓打ってたんか。やっぱ生きるよな。クマ心臓打たれてもしばらく生きるか。Roaming the wilderness, starving and driven mad by a chest full of steel. Such pain! No wonder he attacked those animals without eating them. This may sound disingenuous, but I actually felt more pity for the albino than for myself. Now the bear has peace. Maybe I can find peace too. All because of you. ちょっとな、なんでそんな悲しくなんのよ、急に。やめよ、そういう悲しいのは。はい。ダイヤモンドのヒグマっすね。
なんだよ。あ、まだあるの？ミッション。絶景を楽しもう。You have done so much for me. The least I can offer in return is that breathtaking view. And now that the albino is gone, you can safely enjoy the hike there. 安全に行けるけど遠いんですよ。もう。じゃあ最後になるんかな、これが。絶景超楽しみますか。うい。到着しましたよ。絶景見るか。絶景を見ながらね、ストーリーでも振り返れれば。ちょっと待って待って、水を刺すな。水を刺すな、お前は。乱暴に扱ったことは謝るから。はいはいはい。じゃあね、絶景を見ながらストーリー振り返っていこう。覚えてる範囲内で。とりあえず、あの、アルビノヒグマちゃんはあれやね。もう、やっぱりうるさい。うるさい、うるさい。これ、ほんまにうるさい。すごい。はい。あのヒグマちゃんはね、ショットガンを腕に受けてずっと苦しんでたよね。ね、何のロードこれ。はい。ちょっとうるさいんで、あの上ってもしかしてもっと上、ここですか。やっぱりここか。深呼吸してできねえよ、うるせえよ。ここタイガの頂点にたどり着いた。ちょ待って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 、うるさいうるさいうるさい。うわ、うるさかった。People across this region are beating down my door for your contact info. Everyone wants to hire the radioactive. もう俺有名人かよ。But don't worry. Besides, maybe Gyori, I will only give you a number to sane people. 電話番号。There's plenty of work left to be done for our expedition, but you've also earned a break. Please consider this territory as you would your own home. Hunt, explore, experience.あ、じゃあ最終回っすね、今日。もうあなたに頼まれることは何もない。ロシア人か、お前。あ、終わりましたね。頂点ハンター。これでもサイドミッションしか残ってないっすね。おー、じゃあ終わったか。いや、なんかタイガはあれやね。なんやろ。ストーリー性が強いっていうか、なんか、何あれ。うんこ？するとこ？ストーリー性がなんかすごいあったね。ゴールドの獲物彼とかじゃなくてさ。そういうなんかストーリー性がいっぱいあってよかったなと思ったね。で、割と簡単やったし、ミッション。で、記念品のね、ショットガンもいただけたんで、ありがとうございました。で、じゃねえな。なんかここもハロウィンイベントがあるみたいなんですけど、ちょっと出てこないんで、まあ、何かしら探して出てくればやりたいんですけど、まあ、とりあえず、あったら、ハロウィンイベントに行ってます、今。はい、はい、ではね、ハロウィンイベントが3日ないんで、もうロッジに来ました。今まで飼ったモンスターじゃねえ動物をね、振り返っていきましょう。まずはね、さっき飼ったこの剣のヒグマっすね。すごい、これなんか着ぐるみに見えるよね。何やろこの着ぐるみ感。爪はあんま鋭くないやな。ピンクの鼻が可愛いんですけども、はい、じゃあちょっとチラッと見せたヘラジカさんね、この立派な角、この車庫外が開いてるみたいな、なんかね、ちょっとそれはセンスないか。これはね、ゴールド評価やったんですけど、去年買ってるやつなんですよね。
で僕ねヘラジカだいたい不適切な球で狩るんですよ。今はそんなことないですけど、だ多分あのダイヤモンドの角なんで許してください。ゴールド評価やったけどちゃんとねついてるんでね、オスです。で次はこれですね、シベリアジャコウジカ。このちょびっと出てる牙がね、この角の代わりに牙で優劣をつけるみたいなんですけどね、ちっちゃくて可愛いね。ちっちゃくて可愛い。で、こいつはもう言わずと知れたイノティですね。お前はもう見飽きた。ちなみにトロフィーは使い回し。前のダイヤモンド評価ですね。はい、2回。さあ、2回。はい、トナカイさん。トナカイね。12月やからね、そろそろお前も仕事せなあかんぞ、トナカイ。まあ、剥製になっちゃったけどね。すごい、あれ、ユニークな、あれやねん。角やな。みんな、こっちに伸びてるけどな、君にだけこう伸びたんやろ。すぐ折れそうな角。はい、で、山猫さんね。これが一番、大河で、狩るのが難しいと言われてる、山猫やけども、まあ、和樹的にはそうでもなかったかな、って感じ。まあ、ランクがね、上がっていくと難しいんやろうけれども、まあ、そこそこ狩れるかなって感じっすね。で、この耳毛ね、リンクスなんちゃらっていうらしいやつなんですけど、これで音をいっぱい聞いたり、風向き調べたりするみたいっすよ。嘘くさいけどな。はい。じゃあ、こんな感じで雑な紹介でしたけど、今まで飼ったね、モンスターを。いや、モンスターじゃねえって。もうモンスターに見えるけども、動物をね、紹介し終わりましたということで、次回ね、新マップね。はい。ブルホンガサバンナ。ブルホンガサバンナ編。お楽しみに。それでは、メドベドタイガ国立記念公園やった。国立公園やった。は、これで終了になります。ご視聴ありがとうございました。次回のブルホンガサバンナもよろしくお願いします。それでは。